ナイスタイミングで GoPro のバッテリー切れた。はい、まだいい。50センチぐらい？やったぜ。顔映してんすか？やばい、これ顔映してんの？魚。魚さばける？さばけないっすよ。いてばけ、初めて魚さばく。だい、うちも長男が釣った。4、50センチのマダイ、さばかないかな。半身を土産にしていいから、お返事待ってます。いつやるんですか？3時から、今日は家にずっといるよ。行っていいですか？へぇ。イティバティって呼べばいいんだ。イティバティですね。もうネタになってるんですか、ね、え、こっちだ。まず、ウロコウとスポーチを手。もともとも蓋がある。なんで、このサイズはやったことないかもしれない。っ待って待って。あっちこっち飛ぶ。飛ぶよね。いや、すげえね。え、なんで、おめえ、さばいたことねえって嘘だろう。おい、待ってくよ、せえ。タイはないです。タイはないです。俺もタイはない。稲田とか、ツーリングで、川の釣り堀行った時に。ヤマメと、イワナかな、取れてます。取れてると、俺、ウロコなるすかな、あんまやったことねえ、そこまで。サイズのウロコの魚はなかなかないですよね。鱗を落として、スミムズリまで鱗を引き落とすって同じこと見たいですね。ここはね、この。あ、いいや。鱗も味ない。片面の胸びれの後ろからアプローチを終わって、頭の付け根からお腹に向かって斜めに包丁を入れ、そのままだな。こう、あ、どうだよ。そこ、タイのタイがある。タイのタイ。タイのタイいらないね。これ、こう、くくられてるんですか？いいよ。斜めに。入れてみえ、まぁ、なんとかなんと。ひっくり返して、反対面も同じように包丁を入れ、そして頭を付け根から、まっすぐ包丁を入れて、中骨を断ち切り、頭と胴を切り離す。腹びれの後ろぶれになるの。ここが通る。ここまでちょっと内臓はちょっと我慢しててください。どうしたんですか？上に行くよ。やりやすい。ちょっとけなじら。そうそう、腹切るよね。腹出せって書いてあるけど、腹を出せ頭を落としてから、頭を落としてから内臓を出せって書いてあるけど、あ、キッチンバサミあんだよ。キッチンバサミ、ハサミの方が強いですか？うん、待って、これ逆なのかな。そしたら切んねえもんだね。背中真ん中の骨、真ん中の骨があった。内臓引き出しましょう。うん、お腹の横に穴があるので、そこに包丁の先で頭側に向かって切り込み、お腹を、はい、開けました。開けてから内臓出せって書いてある。これ取っちゃっていいですか？うん、取っちゃっていいですか？ YouTube 映せないじゃないですか。そうやな、やめるか。いいですか？とりあえずいいか。俺が手をくたつくんだな。だけどお前は何ですか？じゃなかった。したと思ってます。いや、それに近いもんね。したことないって言ってるじゃない。したことないからやってみなって言ったじゃん。したことないでしょ。バンバンだっていうよりは、したことないって言った方が、なんかキッチンペーパーで水気を取る。絵のようになれば OK。からですか？だからそこがもし切れなかったら、ハサミでやった方が楽かなって言ってた。ここできるじゃん。こ
こはあの身がちゃんとついてくるかついてこないかで自分の実力初めてなのに乾杯乾杯してない乾杯骨に当たるように身を骨から切り離すこれも背中の方ですかそうだねもう3枚になってるこれいい加減だよこれないい加減すぎないですかじゃあここやっぱちょっと切れ目入れといた方がいいのかもしれないこれどうですかいいじゃないですか甘くないですかここじゃあ切れ目入れといてこれで剥がせばこのままうん人魚みたいなね見たことないあ、いいじゃないですかこれどうやって切るやりにくいよねこれもじゃあここ皮ってどれなんだ皮取るよここ切っときましょう皮は身がこうあ残念な身になっちゃったなこっちいいじゃないですかさんにやんないですか俺名前言っちゃったいいよねあダメだよこれでいいですか良ければいや良ければというかそうやってるもんねもうでいったこれで3枚3枚俺がやるわ。これ骨？それ骨です。めっちゃ違う。本物の人ってどうやってやってるの？結構ずっとしてましたよね。どうしてるんですか？ここからこうやったらな、どれをやっても。俺ここの骨が変だよね。なんかね、風立ちぬと。サバの骨のね、サバの骨だったの。いや覚えてますね。でも俺の体しか言ってないじゃん。だいだい。皮皮皮取ったことある。これはないし。なんで俺がやってるの。だんだんぐちゃぐちゃになってきてるけど、こんなのあげられる？ね。ぐちゃぐちゃ。どっちからだかわかるか。こっちだよな。そうですね。ビーって取ってますよね。普通ね。そんなに？骨があるやこんな予定じゃもっとかっこよく撮れるよねえそうっすね誰が皮取りましょうかどうぞやってくださいそこはやるのじゃないですか最初どうしますかなんかこう入っていけそうなところがうまくいってるよ。うめえでよ。